私の判決文を読めば、欧米こそ憎むべきアジア侵略の張本人であるということがわかるはずだ。それなのにあなた方は自分らの子弟に、日本は犯罪を犯したのだ、日本は侵略の暴挙をあえてしたのだと教えている。満州事変から大東亜戦争に至る真実の歴史を、どうか私の判決文を通して十分研究していただきたい。日本の子弟が歪められた罪悪感を背負って卑屈軽廃に流されていくのを、私は平然として見過ごすわけにはいかない。時が熱狂と偏見とを和らげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神はその計りを平行に保ちながら、過去の懲罰の多くにその所を変えることを要求するであろう。